おはようございます武田哲也ですおはようございます水谷かなです今日はつかみの日なんでつかみの話だけしときますけども、はい、こう知りたいことって勉強していくと導火線のように次々火が移っていくね、はあ 私、前からほら、縄文人とか弥生人とか、好きだし。はいはい、あの、アフリカから、猿が出ていって、<laughs> ゆっくり世界中にとかさ。ルーツ系を好きですよね。ねルーツ系好きなのよ。<laughs> あの、そんなのは、もう、なんか、世界の今のニュースより、俺には、とっては、ものすごく。胸ときめくことで。はい、ネアンデルタール人って。前から好きだったの。の <laughs> 何が、何が好きなんですか。<laughs> あのさ、ネアンデルタール人っていうのは。はい 今の、現代のクロマニオン人の前の、まあ、猿に近い人間みたいなやつで、半分、あのー、ゴリラ系の人間っぽいやつだとかって見られてたのよ。はい。よく調べたらさ、どん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 変わっていくのよ。あの、考古学とかこういうのはすごい何が面白いかって言うと、骨が一個見つかるたんびに、前の説が全部崩れる。 はい、一番最初にネアンデルタール人ってよく言うところの漫画に出てくるところの原始人だったのよ。うほうほっていうような。ええ、ですよね。うん、ところが、別のその骨が見つかると、これ違うぞと。頭の大きさなんか、今の人類よりはるかに大きいと。うん、そしたらね、今度また別の骨が見つかったら、いやいやとんでもないと。あの、やっと二足歩行がやっとできるぐらいで、 歩き方もふら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 歩いてて、ゴリラ以下みたいな、走れなかったんだとかって説が出たわけ。はい。ところが、その、ゴリラ以下の類人猿だって言ってたんだけど、よく調べてみたら、そのネアンデルタール人の骨から分かったことなんだけど、関節炎のネアンデルタール人だったの。関節炎うん。年齢が46歳。 46歳で関節炎にかかったんですかうん。それで死んじゃったネアンデルタール人だとあ。それが死亡原因なんですそれが死亡原因。ということは、この人は病気だったんで、こういう足になっただけで、<ー>全然そのネアンデルタ人の本当の姿とは違うっていう説が出てきて、はい、でも、46歳まで生きたってことは、ものすごい長寿なわけよ。そうですよねで。足が生まれつき不自由だったそうなんで、うん、これ、 助け合いで生き残ったんじゃないのって話になって、<ー>それで違うぞって話になったら、また別個の骨が見つかったわけ。はい、ネ,アネアンデルタルジン。はい、それどんな骨かつったら、胎児の格好をして収められた亡骸で、うん、その、よく調べてたらその骨の上に植物の種があったわけよ。うん、これが大騒ぎになったのよ。うん、つまり、埋葬される時に屈葬で、 ちゃんと死者の形ってものがあってその上に誰かが花を置いたっていうのよ。ああはい。死者に花を手向けたっていうことになって情緒とか宗教心があったんじゃないかっつって大騒ぎになったという。うその次に出たのはじゃあこのネアンデルタル人が何で滅びたんだって。これヨーロッパで の先祖が。え、我々の先祖はクロマニオン人です、ね。人です。原世人類。が、はははい、こいつをポーンって一生ので頭叩いて食っちゃったんじゃないかって。でないと短い期間に消えていくはずがないっていう話になったんだけど、はははい、その別の説では違うって。クロマニオン人の女の子の骨ってのが見つかると、その女の子はネアンデルタール人の骨の中から見つかったんで、 ネアンデルタール人が我々の赤ちゃんを育てたっていう証拠じゃないかっつって、話わかんなくなったいや、ちょっとこう、時の流れとかわからなくなって、時間軸が、ね。とにかく骨が見つかるたんびにものすごく大きく揺れたんですよ。で、取り上げたのは、ものすごい説で、俺たちの体の中に ネアンデルタール人の遺伝子があるっていう話なんだよ。エの中で。ネアンデルタール人のところにですか、ね、そ,うそうそうそう。はい。で、なんでこんな風にして古代史って今大きく傾き始めてるのかっていうと、もうすべては DNA の研究なんですよ。はい。あの、遺伝子を解読するっていう新しい進化の調べ方っていうのが発見されると、もう全部変わってくるのね、物の見方が。うん、で、 DNA を勉強しないと、この本の意味がわからないんですよ。ああ、はそれでね、まあ、大枚うんぜいね出してね、はい、DNA のお勉強しばらくやったんですよ。はい、今日、3枚におろすための予備知識として、はい、あの、やっぱり皆さん方にきれいに3枚におろそうと思って張り切ったもんですから、一つのことを語るためにその前に勉強しなきゃいけないことができてきて、DNA を勉強した。 DNA。これがまた難しい。いや、難しいですよ。あれ、難しいね。ええ、人の体というのは数十兆個の細胞の集合体である。その一つの細胞の中に細胞核がありまして、ご存知ですよね細胞核があって、その核の中に、 デボキシリボ核酸。<ー> DNA という物懐かしいだろ。習いましたね、その、ねね、物質がある。はい、で、これは生き物の設計情報で、はい、ここに音楽の楽譜が入ってる。そして人間という公共学の音楽が聞こえてくるという仕掛けになってるんですよ。うーん ロマンチックに語ったラインがこっからが難しいんだ<笑><笑>申し訳ございませんがねえええ古んですがぜひお付き合いのほどということで、はい、さあこっからネアンデルタール人へ一生懸命つなぎますのでお付き合いください <laughs> こっからネアンデルタール人へ一生懸命つなぎますのでお付き合いください おはようございます。武田哲也です。おはようございます。水谷香奈です。ネアンデルタール人というかつての時代を生きた人類でございますけれども、それを語り出す前に DNA、人間の細胞の中に入っております人間を作る情報ですね、えー、生命設計情報を今触れております。はい、これ予備の お勉強で、そこ勉強しないとね、ネアンデルタール人がよくわからないもんでありますから。とにかく、小さな細胞、その真ん中に細胞核があって、中にデボキシリボ核酸、DNA、まあ、あいわゆる人間を作る楽譜が入っていると思ってください。これがまた難しいんだ。楽譜と言っていいかどうかもかなり疑いがあるんです。正確に言うとね、はい、でも勘弁してね、もうわかりやすく言うために、あえてこういう例えを。 この楽譜は4つの音符でできております。習ったなぁ。習ったの。a, t, g, c. <ー>アデニン、チニン、グラニン、シトシン。はい。並んでるわけですがはい。あの、ペプチドっていいのかなもう、専門用語使うのやめとこうかな。一つ間違うと、大変なことになるんです、<laughs> ですね、これね。<laughs> えー、で、とにかく、卵子と精子から生まれた一つの細胞は、その核の中の DNA がほどけて、RNA、リボ核ん。はい。 これもうとにかく説明しても非常にわかりにくいんで、ざっとの説明で勘弁してくださいませ。こいつがほどけまして、この RNA、リボ拡散メッセンジャーですね。メッセンジャー RNA がですね、書き写すんですね。片方。うん、で、片方を作ってと。ちょっともうかなり乱暴に話しております。はい、とにかく書き写す。で、えー、意味を持ち、アミノ酸を作る。で、そのアミノ酸が、 タンパク質を作って、これ二十種アミノ酸が20種類だったかなで、様々な、あの、タンパク質を作っていくというわけでありますな。はい。はい。この辺話しとる私もわかりませんが、この DNA のテープはぐるぐる巻きで、うん、で、22本、ついになっておりまして、プラス二本で、これが性染色体。はい、合計46本の染色体に巻き付けられ、核の中に収まっているわけです。うん、で、 これね本当に難しい話でカナも聞くの嫌かもしんないけど、はい、でも現代の問題は全部ここにあるんだよ、はい、それにまあ何でか知んねえけど男性を決めるあの Y の染色体あるじゃん、はい、あれどん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 小さくなっていったいるんだってな知らないでしょ、えー、でもうすぐ Y 染色体って消えてなくなるんじゃないかって話なんだよそうするとどうなるん女だ女らけ、えー、あのー 男いらないっていう生き物にやがて人類はなっちゃうんじゃないかという。まあもちろん、もうかなり時間かかりますからね。ずっと先のことですよ。はい、はい。話バラバラになりましたけどもね。で、この DNA 複製作りの作業中に、ここがまた問題なんです。放射線というようなやつが、このテープをパッと通過しますとですね、そのテープに書き込まれた一文字、あの、ATCG の一文字が壊れてしまう。はい。これが、いわゆる、 あの、染色体異常を招くという、例の、放射線、放射能の恐怖なんです。うん、で、俺初めてこれで勉強して分かったけど、一本の放射線の矢で、その ATCG の、あの、あれな、一個壊れることを1ミリシーベルトって言うんだって。あ、うん、そういう一1ミリシーベルトって、その、そういう意味なんだって。 もちろんですよ。生命でございますから、たくましくてですね。皆さん、慌ててダメですよ。壊れてもすぐに修復酵素が手当てに向かうんです。ところが、この時に間違って修復されることがあり、これが癌が細胞になる。ところがです。癌細胞になることもあるんですが、このことによって、突然変異という、ラックの方に行った場合は、 新種が生まれる可能性がこれで宿るんですって新種つまりつ突然変異で、うん、猿が人になったっていうのもこのことが起因しているという、うん、だから新しい適者を生むという可能性もあるということなんで、うん、まあ人類のその進化ってのは超反爆死みたいなところがあるんです、うん、まだね、えー、研究途中みたいなんです、はい、ただ 自然から湧いてくる、その、つまり、放射線っていうのが、そういう突然変異を引き起こすっていう、その理屈は間違いないみたいな。ほう。ほうなよ。はい。なんかな、長屋のおっさんとタナコが話してるみたいだけど、<laughs> この、放射線っていうのが、地下からバーッと吹き出してるところが、地球上にはいっぱいあるんだってな。自然に自然に。それがね、 マントルって言って地球の中で炎が燃えてるだろ。あれな、やっぱり目に見えねえけど地面の下から放射線出すらしいんだよ。<ー>その真上で生きてる生き物は特に突然変異が出現しやすいっていうところが地球のあっちこっちにあるんだってよ。<ー>その一番突然変異がポコ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 出てくるところが、はい、アフリカの東海岸なんだって。よ。 <え>猿が人間になったとこだよ。<ー>あそこにボコッとへっこんでんの知ってる<え>ああそこに、ね、これまた別の話になっちゃうからもうやめるけど、<い>すげえ話になってる。ろ。<laughs> どうもね、このマグマの放射線が噴き出してるところはね、地震大国日本にもあるらしいぜ。誰なんですか、あ、俺 <laughs> なんだか <laughs>。今ちょっと芝居の稽古してるもんだろ。<laughs> 長屋の長兵衛みたいになっちゃったな、本当に。お前ら知らねえだろうけど。あ、ごめんなさい。まだね、ネアンデルタル人行ってないんですよ。お付き合いのほどよろしくお願いいたします。 おはようございます。武田鉄矢です。おはようございます。水谷香奈です。昨日は放射線の話をしておりました。これはあの宇宙から降り注ぐ太陽と共に降り注ぐ放射線もありますし、うんはい、地面の下からマグマ放射線と言い,いまして、うんえー、マグマも放射線を持っております、うん、それを地上にバーッとね、 吹、えー、き出したりなんか、あ、しておるらしい。目に見えないらしいんですけどね。はい、とにかく放射線とは波長の短い電磁波のことでありまして、えー、物質の構造を変えるという作用があるそうであります、はいえー。とある科学者の方がおっしゃってる事実でございますけども、99%の放射線の死亡量は5 0 0 0リシーベルト。5 0 0 0リシーベルトを浴びると、もう人間は、 DNA 遺伝子がズタズタにされて即死亡してしまいます、はい、自然界では、えー、高いところがいっぱいありましてこれじ地面かな地面から湧いてきてるんですかねブラジルのガラパリというところではこれは1 0リシーベルトもう自然界に1 0リシーベルト、はい、あのあ自然放射線量が湧き出すところがあると、はい、あんた2001年宇宙の旅って見なかった見ましたあん時にほら モニュメントが立っててゴリラがゴリ類人猿がね猿もう弱りって殺されるだけの類人猿がそのモニュメントピーって金属音を浴びると、はい、ダンダンダンだって知恵がついて二足歩行を始めてその仲間の骨を取ってバーンって敵の頭を殴って、はい、道具を使うっていう知識がともったっていう、うん、あ,れあのモニュメントと同じように。 宇宙船というのは生き物を変えていく原動力であるそのあの2001年でいうとこのモニュメントではないかと思うと、はいえー、で DNA の話はもっと現代に絡んでおりましてから実は犯人を断定する DNA、えー、鑑定などといいますとこれ犯罪捜査になっとるわけですな。はい、あの個人特定の証拠として もうってて欠かせないところままでで来てるわけでありますだから遺伝情報っていうのはどこか一つ特徴があってそのお父っつぁんおっかさんはわかるしそうやって変わるとあの犯人捜査から芸能界のスキャンダルから、うん、DNA ってやっぱ今裏,裏の裏から社会をこう突き動かしてる科学であることには間違いないんでありますな、ね。はい 今回、まな板の上、やっと、その置いたものが見えてきたんでありますが、まあ、ここまで聞いていただきまして、この DNA を使いましてですね、犯人にとっておとっつぁん探しではありませんが、人類の歴史をたどったという、探ったという科学者の物語が、やっとここから始まるという。そのお題が、ネアンデルタール人は私たちの先祖かという、 はい、古代史における巨大な謎に挑んだという、ドイツ人の、あの、科学者の方ですね。はい、はい。スティーブ・ペーボ博士でございます。えー、文春館でございます。この本で紹介しておりました。まあこれもね、3枚に下ろせるかどうかと思ったんですが、はい、もうなんだか砂漠の旅と同じで出発すると戻れないんですね。次のオアシスを目指して進むしかないという。<laughs> えー、この方のことちょっと説明しましょうね。1996年ドイツミュンヘン大学のステンバ・ペーボ博士。この方はネアンデルタール人の骨から失われたはずの DNA。これ、ミトコンドリア、おっかさん系列の DNA を取り出し、復元し、えー、したと。 あそういう情報が研究生から入る。でもしかしたら絶滅した人類から初めて抽出した DNA の可能性が高く、えー、最も最近絶滅した人類わたあと私たち現生人類は、えー、ゲノムが近いはずだということで研究に入ったというこれでも山ほど出てるんですな、はい、このあのあれですねあのー、人類の先祖でありますな。 これはあの160年前のトルカナボーイから320万年前の、えー、ルーシークルーシーってワークワークすんねルーシーうんレディールーシー女の骨が見つかた三360年前の人類、うん、はい。で見つかった時にあのビートルズ聴いてたのよはい学者さんがルーシー・イン、うん・デ・スカー・ウェス・ダイヤモンドっていうはい あれを聞いてたんで、その骨にルースイって油をつけたっていうあ。そういうことなんですかえ、うんうん、から50万年前の、え、北京原人、そしてネアンデルタール人。これらの際は、ゲノムのわずかな塩基配列の違いが進化の差をもたらした。ほんのちょっとの差なんですよ。あの、あれは、あれから言いますと、うん、DNA から言いますと、チンパンジーと人間なんて1%しか違わないって遺伝情報は。はい うん、その差を比較できれば私たちの正体を遺伝子の中にありありと見つける可能性がある。で、一体え人類が持っている芸術、文化、言語を生んだ遺伝子、それは DNA のどこにあるのか。知りたくないでもあ。ごめん、お前何の興味はねえやな。<laughs> い,やいや、そんなことないんですけど、かなり複雑な問題じゃないですか。<laughs> いや、でもさ、<laughs> やっぱりなんか、志村動物園出てくるあのチンパンジーと自分のどこが違うのか、えーえー、たった1%の違いで、<laughs> 志村けんさんになって、片っぽのね、えー、あのチンパンジーになるとすれば、その差は知りたいじゃない。はいえー、この逆の意味で言うと、まあ一番近く滅びたあ人類でありますところの、ネアンデルタール人を知ることにより、私たちの DNA の中を調べれば、その差異が、 わかるのではないか。ということでありますな。ええ、これなんかいっぱい細かいこと書いてあるな。どっから行こうかな。1856年。あーごめんなさい。時間いっぱいになってしまいました。とにかく頑張ります。もうね、<laughs> うんうになっておりますね。モー,ー <laughs> モーター、モーターフル回転でございますな。この次また明日のまな板の上で。おはようございます。武田哲也です。おはようございます。水谷か奈です。ネアンデルタール人の話で、えー、あります。 枝分かれしてとっくに滅んでしまった人類ではございますが、えー、私たちの先祖であるかどうかというこれものすごくネアンデルタル人に関しては揉めたみたみいね、うんえー、見つかったのはいつ見つかったかというと1856年に骨が見つかっておりますこれ、えー、ディッセルドルフというドイツから10キロぐらいのネアンデルタルという谷があった、うん、そこから見つかった、うん、あ旧人類の骨ということで。うん ネアンデルタール人という。約4万年前に絶滅した人類。最も最近に絶滅した人類。うん、昔人類って一種類じゃなかったんだよ。結構いろいろいたんだって。うん、そういうのがなぜか滅んじゃって、今もう一種類になっちゃってる。うん、一番大事なことは、あの、あれですよ。人類と呼ぶ以上は、 男女が夫婦になったら赤ちゃんが生まれるっていうことが種ですから、これが人類ですよ。はい、遺伝子が違うとできませんから。さあ、こっからややこしい話いくぞ。細胞一つに細胞核が収まり、ここに父と母からもらった遺伝子。DNA のテープがぐるぐる巻きで収まっている。DNA のテープの一本の長さは、なんとその人の身長ほど。ね、驚く中で、えー、64億のついで、 128億の文字が書き込んである。カナ、はい、さんは128億の D、あの、あの、あれですよ。DNA の文字で形成された人間なんですよ。はい、あなたの中に一冊の本がある。文字はわずか4種類。ATCG。で、これを音符に例える。えー、3つで一つの音になり、その3つでオルゴールの回転するドラムの爪1本だと思ってください。うん その爪がドレミで並べられた金属板に引っかかって1音。ピーンと出る。1文字が鳴る。それが読めるということですね。はい、その1音がアミノ酸で、こういくつかにまとまると和音になる。これがタンパク質。<う> 1>, 1個のドがアミノ酸。<ー>だから、ドファレーレとかソシラーとか積んで、えー、20種類かな、計。20種類の,あの和音が鳴って、 これがあなたの体中でなってお前ねその前で片っぽだけ上げるのやめてくれる <laughs> ディズニーに出てくる悪い女みたいにあの片っぽの前だけ動かすんですよに <laughs> とにかくカナという交響学が遺伝子によって今奏でられ君は生存しているわけだはいなはい。<な>はい で、こっからややこしいんだけども、D、<laughs> ご存知って書いてあるけど、全然皆さんご存知じゃないですよね。<laughs> DNA テープは二重螺旋の紐。ここにある酵素を熱すると2本はほど熱くなると2本はほどけて1本になるんだって。はい、それを冷ますとまた2本になって絡まろうとする。この時に酵素を取り込んで、新たなる DNA の薬が合成されて、あ、鎖が合成されて、4本の紐が誕生する。 これを繰り返すうちに、8、16、32と増幅を繰り返すと、完全なテープを復元できると。なんと40回で1兆個。ワクワクしねえか <laughs> いやいや、ワクワクっていうか、はい。い <laughs> <laughs> やや、こしいな。で、まあ、あこの研究で、えー、3万5千年から3万年前の、いずれの時点でネアンデルタール人からヨーロッパの原生人類が受け渡された遺伝子がある。 可能性が出てきた。このペーパー博士の結論は、アフリカ単一起源説。これ、あの、学会はついこの間まで揺れてたんです。はい。人類って、あの、アフリカ一箇所で生まれた。どっちが前、当たってると思ういいかい二つある。はい。人類はアフリカのある地点の一箇所から生まれたっていうのと、うん、世界中に散らばった猿、北京原人とかジャワ原人、あれがゆっくりと、 人間になっていったという地域進化説に揺れる。後者だと思います。地域進化説でしょ。これをペーバー博士がひっくり返した一箇所。アフリカだけ？アフリカだけ。そこ行ってみてえな。どこってそのスポットがあるんですかね？あるんだってよ。それも分かってんですか？分かってんだってよ。これはまたな別でまた別のチャンスの時に三枚に降ろすから。そこに湖があって。 この間 NHK の教育番組聞いてたら、そのアフリカの一箇所の湖じゃ、進化のスピードが速いんだってよ。おめぇワクワクしてえか。<laughs> またちょっと長屋のおあ、はい、ごめん,んなさい。また長屋の長辺になっちゃった。<laughs> はい。いやー、しかし、この、アフリカ紀元説を、ペーボ博士という方が、あの、えー、ネアンデルタール人から取り出した DNA を増幅させて、 その読み取ることによって、あのー、断定したっていう。これだから最新の、あのー、生物遺伝学、進化学ですね。早く取りしいた俺も。<laughs> <laughs> で、この人の面白いところは、あのー、ペーパー数の面白いところは、1981年、まだ医学生だった頃を、この人、エジプトのミイラの大不安だったんだって。この人はエジプトのミイラのうことを、こう、 勉強するのが好きで、分子と生物学を合体して、ミイラから DNA を取り出して、このミイラを調べたら面白いんじゃないかっていうことで、ミイラの一体から DNA の複製を作ったっていう人なんだ。これワクワクそそする、ね、なこれは面白そうだね。面白そうだね。まずはね、こういう人、こういう人がどん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 時を遡っていくという、この続きまた明日のまな板の上で。 おはようございます。武田鉄矢です。おはようございます。水谷佳奈です。ドイツの分子生物学の博士でございますが、若き日、この人は、エジプトのミイラの軟骨から、なんと、DNA を再現するという。うんはい、ほら、前に話した通り、温度を温めると分裂して、それで、あの、RNA、メッセンジャー RNA が、あの、作っていくでしょだから、DNA って再現できるんですよ。うん この辺があれですよ。あの、ジェラシック・パークの元になったり。あ,あれも可能で、ね、すそうです、そうです。DNA からっていうね。あ、そう、そういう、うああいうやつ話すと分かりやすくなるでしょはい。だから、一個の DNA さえあれば、生命全体の設計図を取り出し、その生物を再現できるという。うその、現状ではできないんですよ。で,できないんだけど、レーバー博士はその、ミイラの DNA 複製にチャレンジして、でね、これね、やっぱ言われてみるとそうでね、 ものすごく大変なんだって。うん、その、あの DNA 複製なんてのは。なんでかというとですね、ミスをものすごく犯しやすいんだって。手垢がついただけで人間の DNA になっちゃうんだって。はい、このやつやっぱ大変なんだな。うん 彼はそんな苦労を散々するんですけども、まあ一応複製を作って、えー、ネイ姉ちゃんに発狂するのかなそれで、えー、80年代の大発見者として大注目を浴びる。でもね、彼ちっとも面白くないんですよ。ミイラの DNA を復元したところで。うん、なんでかというと、あの、ミイラの DNA 配列を取り出したところで、たかだか2400年前なんで、はい 現代人とほとんど変わらないんです。もっと決定的に DNA 配列の違う、こう進化の差を生んだような DNA の現行犯を捕まえないとっていうね。はい、で、この本の中で散々書いてあるんですけども、古代のおその遺骨等々から DNA を抽出することがいかに難しいか。博物館に標本などあるんでありますが、これはもう発見者から さんざ手で触りまくっとりますから、取り出せないんですって、汚れて。で、えー、ぞっとする知らせが届くんですけども、彼の名を注目させた古代ミイラ DNA 抽出に、あまりにも長い DNA のテープの一本が見つかり、その一本が、よく調べたら、助手のものだったんです。だから、メイチャーで大注目されたんだけど、彼の研究はミスだったんだ。うん、ちょっと触った人の、 人間の何かがつくと、そ、その DNA。すごいでしょうはい。んでも、この、博士はですね、ペボ博士悩みまして、研究室の清掃、空気の正常化、研究者の制限、靴、手袋、マスクの装着等々を厳しくして、うん、DNA 抽出の環境を厳しくするというところから、必死になって研究し、 直すんですね。はい、新たなる化学薬品を開発して、その薬品で洗う。洗った薬品を薬品で洗う。もうとにかく徹底して洗浄しないと、アや誇り、吹け一個。フけ一個でもうダメになっちゃうんだ。はい、こういう努力をしまして、ミイラの鉄を踏んまいと、何年もかけて、まず、己の手を徹底的に洗って、作業に没頭。 もう一回このミイラの DNA を突き止め直して行くわけでありますけども DNA というのはものすごい注目の今科学分野なんですね。はい。関西してこれアメリカでは DNA 研究で DNA 長者みたいなのができてるんですよ。はちょ、長者金持ちになれるんです。半券、えー、が発生したんです。この DNA 見っけたの俺だから触んないでねとか。 へあのこれまた後に話しますけども今 DNA に金の亡者が集まってるんですけど、はあ、まあ博士の頃はまだのどかでしてね、はあ、この DNA 研究に人間が熱心になった、はい、ナトニア工科大学ラルーカーノ博士のグループが驚くなかれ1億3500万年前の琥珀のお中の蜜蜂から、はい、麹菌を発見し、はあ、なんとさらに驚くなかれ 続いて1994年ユタ州ヤング大学でスコット・ウッド博士が8,000万年前の骨から恐竜の DNA を抽出したんです、うん、これがサイエンスに発表されて大ニュースになったこれを覚えてない、ま、さにジュラシックパークの世界ですねですこれですよなんと驚く中で琥珀の中の蚊、はい、そのお腹から。 恐竜の血一滴を取り出してクローンの恐竜これが可能なのではないかという小説「ジェラシック・パーク」という SF 小説が生まれましてほんで例のこれでペーボ博士がっかりするんですがその後このジェラシック・パークのうちどうなったかご存じないでしょ え、一番最近のですか、はい、これですすかこれね、発見された恐竜の遺伝子で生き物を作ってみたんですってはい人間ができたそうですんあの女子の人のフケが落ちたらしくて恐竜はできてないんですって<ー>つまり「ジェラシック・パーク」という映画そのもの皆さんあれ嘘ですはい。じゃあペーボー博士はどうするかというんで 来週につなごうかないよいよ彼はネアンデルタール人に迫っていきますこの続きまた来週のまな板の上で<ー>ほとんど変わらないんですよはいもっと決定的に dna 配列の違うこを進化の差を生んだような dna の現行犯を捕まえないと っていうね、はい、でこの本の中でさんざ書いてあるんですけども古代のその遺骨等々から DNA を抽出することがいかに難しいか博物館に標本などあるんでありますがこれはもう発見者からさんざ手で触りまくっとりますから、うん、取り出せないんですって、えー、汚れて。はい、で ゾッ、えー、とする知らせが届くんですけども彼の名を注目させた古代ミイラ DNA 抽出にあまりにも長い DNA のテープの1本が見つかりその1本がよく調べたら助手のものだったんですだからネイチャーで大注目されたんだけど彼の研究はミスだったんだんちょっと触った人の人間の何かがつくとそ,その DNA すごいでしょ、はい ほんでも、この、博士はですね、ペーー博士悩みまして、研究室の清掃、空気の正常化、研究者の制限、靴、手袋、マスクの装着等々を厳しくして、DNA 抽出の環境を厳しくするというところから、必死になって研究し直すんですね。はい、新たなる化学薬品を開発して、その薬品で洗う。 洗った薬品を薬品で洗う。もうとにかく徹底して洗浄しないと尻や誇り、けケ1個。1> ふけ1個でもうダメになっちゃうんだう。はい、こういう努力をしましてミイラの鉄を踏んまいと何年もかけてまず己の手を徹底的に洗って作業に没頭。もう一回このミイラの DNA を突き止め直していくわけでありますけども。 DNA というのはやっぱものすごい注目の今科学分野なんですね。はい。換算してこれ。アメリカでは DNA 研究で DNA 長者みたいなのができてんですよ。あちょ、長者金持ちになれるんです。半券、えー、が発生したんです。 この DNA 見っけたの俺だから触んないでねとか<ー>。あの、これまた後に話しますけど、今 DNA に金の猛者が集まってるんですけど、はい、まあ、博士の頃はまだのどかでしてね、はい。この DNA 研究に人間が熱心になった、はい。ナにナトニア工科大学、ラルルカーノ博士のグループが驚くなかれ、1億3500万年前の琥珀の中のミツバチから、はい、 麹菌を発見し、なんとさらに驚く中で続いて1994年、ユタ州ヤング大学でスコット・ウッド博士が8000万年前の骨から、一番大事なことは、あの、あれですよ、人類と呼ぶ以上は、男女が夫婦になったら赤ちゃんが生まれるっていうことが種ですから、これが人類ですよ。はい、遺伝子が違うとできませんから。うんうん さあ、こっからややこしい話いくぞ。細胞一つに細胞核が収まり、ここに父と母からもらった遺伝子、DNA のテープがぐるぐる巻きで収まっている。DNA のテープの一本の長さは、なんとその人の身長ほど、の、ね、驚く中で6え、64億のついで、128億の文字が書き込んである。はい、かなさんは、128億の D, あの、あの、あれですよ。DNA の文字で形成された人間なんですよ。はい。あなたの中に一冊の本がある。文字はわずか4種類。ATCG。で、これを音符に例える。えー、3つで一つの音になり、その3つでオルゴールの回転するドラムの爪一本だと思ってください。その爪がドレミーで、え、並べられた金属板に引っかかって一音。ピーンと出る。一文字が鳴る。 それが読めるということですね。はい、その一音がアミノ酸で、こういくつかにまとまると和音になる。これがタンパク質。<う> 1>, 1個のドがアミノ酸。だ<ー>から、ドファレーレとか、ソシラーとか積つんで、えー、20種類かな、計。20種類の,あの和音が鳴って、これがあなたの体中で鳴って、 <laughs> お前ねその前で片っぽだけ上げるのやめてくれる <laughs> ディズニーに出てくる悪い女みたいにあの片っぽの前だけ動かすんですよ本当とにとにかくカナという交響学が遺伝子によって今奏でられ君は生存しているわけだ <laughs> はいなっはい で、こっからややこしいんだけども、D、<laughs> ご存知って書いてあるけど、全然皆さんご存知じゃないですよね。<laughs> DNA テープは二重螺旋の紐。ここにある酵素を熱すると2本はほど熱くなると2本はほどけて1本になるんだって。はい、それを冷ますとまた2本になって絡まろうとする。この時に酵素を取り込んで、新たなる DNA の薬が合成されて、あ、鎖が合成されて、4本の紐が、 誕生するこれを繰り返すうちに8、16、32と増幅を繰り返すと完全なテープを復元できると。なんと40回で1兆個。ワクワクしねえか <laughs> いやいや、ワクワクっていうか、はい。い <laughs> ややこしいな。で、まあ、この研究で、えー、3万5千年から3万年前のいずれの時点でネアンデルタール人からヨーロッパの原生人類が受け渡された遺伝子がある。 可能性が出てきた。このペーパー博士の結論は、アフリカ単一起源説。これ、あの、学会はついこの間まで揺れてたんです。はい、人類って、あの、アフリカ一箇所で生まれた。どっちが、前、当たってると思ういいかい二つある。面白いかいと、骨が一個見つかるたんびに、前の説が全部崩れる。はい、一番最初に、ネアンデルタール人ってよく言うところの漫画に出てくるところ、原始人だったのよ。うほうほっていうような。 ですよね、うん、ところが別のその骨が見つかるとこれ違うぞと頭の大きさなんか今の人類よりはるかに大きいと、うん、そしたらね今度また別の骨が見つかったらいやいやとんでもないとあのやっと二足歩行がやっとできるぐらいで歩き方もフラ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 歩いててゴリラ以下みたいな走れなかったんだとかって説が出たわけ。はい、ところがその ゴリラ以下の類人猿だって言ってたんだけど、よく調べてみたら、そのネアンデルタール人の骨から分かったことなんだけど、関節炎のネアンデルタール人だったの。関節炎うん。年齢が46歳。46歳で関節炎にかかったんですかうん。それで死んじゃったネアンデルタール人だとあ、それが死亡原因なんですかそれが死亡原因。ということは、この人は病気だったんで、こういう足になっただけで、 全然そのネアンデルタ人の本当の姿とは違うっていう説が出てきて、はい、でも46歳まで生きたってことはものすごい長寿なわけよそうですよね足が生まれつき不自由だったそうなんで、うん、これ助け合いで生き残ったんじゃないのっていう話になって<ー>それで違うぞって話になったらまた別個の骨が見つかったわけ、はい、ネ,アネアンデルタル人、はい、それどんな骨かっつったら 胎児の格好をして収められた亡骸で、うん、その、よく調べてたらその骨の上に植物の種があったわけよ。うん、これが大騒ぎになったのよ。うん、つまり、埋葬される時に屈葬で、ちゃんと死者の形ってものがあって、その上に誰かが花を置いたっていうのよ。ああ、はい。死者に花を手向けたっていうことになって、 情緒とか宗教心があったんじゃないかつって大騒ぎになったという。うその次に出たのは、じゃあこのネアンデルタル人がなんで滅びたんだこれ、ヨーロッパでは、今のクロマニオン人、俺たちたちの先祖が。え、我々の先祖はクロマニオン人です、ね。人です。原生人類。が、はははい、こいつをコーンって一生ので頭叩いて食っちゃったんじゃないかって。はい<ん>。でないと短い期間に 消えていくはずがないっていう話になったんだけど、その別の説では違うって、クロマニオン人の女の子の骨ってのが見つかると、その女の子はネアンデルタール人の骨の中から見つかったんで、ネアンデルタール人が我々の赤ちゃんを育てたっていう証拠じゃないかっつって、 ございますす水谷でドイツの分子生物学の博士でございますが若き日この人はエジプトのミイラの軟骨からなんと dna を再現するという、うんはい、ほら前に話した通り温度を温めると分裂してそれであの RNA メッセンジャー RNA があの作っていくでしょだから DNA って再現できるんですよ。うん この辺があれですよ。あの、ジェラシック・パークの元になったり。あ,あれも可能、ね、そうです、そうです。DNA からっていうね。あ、そ、そういう、うん、ああいうやつ話すと分かりやすくなるでしょはい。だから、一個の DNA さえあれば、生命全体の設計図を取り出し、その生物を再現できるという。うその、現状ではできないんですよ。で,できないんだけど、レバー博士はその、ミイラの DNA 複製にチャレンジして、でね、これね、やっぱ言われてみるとそうでね、 ものすごく大変なんだって。うん、その、あの DNA 複製なんていうのは。なんでかというとですね、ミスをものすごく犯しやすいんだって。手垢がついただけで人間の DNA になっちゃうんだって。は,はい。このやつやっぱ大変なんだな。うん、彼はそんな苦労を散々するんですけども、まあ一応複製を作って、えー、ネイチャーに発表するのかなそれで、 えー、80年代の大発見者として大注目を浴びるでもね彼ちっとも面白くないんですよミイラの DNA を復元したところで、うん、なんでかというとあのミイラの DNA 配列を取り出したところで高々かか2,400年前なんで、はい、現代人とほとんど変わらないんですもっと決定的に DNA 配列の違う,こう進化の差を生んだような dna の現行を捕まえないいとっていうね、はい、でこの本の中でさんざ書いてあるんですけども古代のその遺骨等々から DNA を抽出することがいかに難しいか博物館に標本などあるんでありますがこれはもう発見者からさんざ手で触りまくっとりますから、うん、取り出せないんですって、えー、汚れて。はい、で ゾッ、えー、とする知らせが届くんですけども彼の名を注目させた古代ミイラ DNA 抽出にあまりにも長い DNA のテープの1本が見つかりその1本がよく調べたら助手のものだったんですーだからメイチャーで大注目されたたんんだだけど彼の研究はミスだったんだ、ね、んちょっと触った人の人間の何かがつくとそ,その DNA すごいでしょ、はい ほんでもこの、博士はですね、ペーボ博士悩みまして、研究室の清掃、空気の正常化、研究者の制限、靴、手袋、マスク研究なんですよ。はい、あの、遺伝子を解読するっていう、新しい進化の調べ方っていうのが発見されると、もう全部変わってくるのね、物の見方が。で、DNA を勉強しないと、 この本の意味がわからないんですよ。あ、はあ、はそれでね、まあ、大枚うんぜいね出してね、はい、DNA のお勉強しばらくやったんですよ。はい、今日3枚におろすための予備知識として。はい、あの、やっぱり皆さん方に綺麗に3枚におろそうと思って張り切ったもんですから、一つのことを語るためにその前に勉強しなきゃいけないことができてきて、DNA を勉強した。DNA。 これがまた難しい。いや、難しいですよ。あれ、難しいね。ね 人の体というのは数十兆個の細胞の集合体である。はい、その一つの細胞の中に細胞核がありまして、ご存知ですよね細胞核があって、その核の中にデボキシリボ核酸、<ー> DNA という物懐かしいだろ <laughs> 習いましたね、そのね,ね。物質がある。はい、で、これは生き物の設計情報で、はい、ここに音楽の楽譜が入ってる。 そして人間という交響楽の音楽が聞こえてくるという仕掛けになってるんですよ<ー>ロマンチックに語ったラインがこっからが難しいんだ<笑><笑>申し訳ございませんがねええややこしいんですが是非お付き合いのほどということで、はい、さあこっからネアンデルタール人へ一生懸命つなぎますのでお付き合いくださいこっからネアンデルタール人へ一生懸命つなぎますのでお付き合いください おはようございます。武田哲也です。おはようございます。水谷香奈です。ネアンデルタール人というかつての時代を生きた人類でございますけれども、それを語り出す前に DNA、人間の細胞の中に入っております人間を作る情報ですね、えー、生命設計情報を今触れております。はい、これ予備の お勉強で、そこ勉強しないとね、ネアンデルタール人がよくわからないもんでありますかとにかく、小さな細胞、その真ん中に細胞核があって、中にデボキシリボ核酸、DNA、まあ、いわゆる人間を作る楽譜が入っていると思ってください。これがまた難しいんだ。楽譜と言っていいかどうかもかなり疑いがあるんです。正確に言うとね、はい、でも勘弁してね、もうわかりやすく言うために、あえてこういう例えを。 この楽譜は4つの音符でできております。習ったなぁ。習ったの。a, t, g, c. <ー>アデニン、チニン、グーニンえ、シトシン。はい。並んでるわけですが、ね、はい。あの、ペプチドっていいのかなもう、専門用語使うのやめとこうかな。一つ間違うと、大変なことになるぞ <laughs>、ね、これね。で、とにかく、卵子と精子から生まれた一つの細胞は、その核の中の DNA がほどけて、つって、 大騒ぎになったという,うその次に出たのはじゃあこのネアンデルタルタ人がなんんで滅びたんだこれヨーロッパでは今のクロマニオン人俺たちたちの先祖がえ我々の先祖はクロマニオン人,なんで,す、ね、人です。原人類が、はいはい、こいつをポンって一生まで頭叩いて、はい、食っちゃったんじゃないかって。はい、でないと短い期間に消えていくはずがないっていう話になったんだけど。はい その別の説では違うって。クロマニオン人の女の子の骨ってのが見つかると、その女の子はネアンデルタール人の骨の中から見つかったんで、ネアンデルタール人が我々の赤ちゃんを育てたっていう証拠じゃないかっつって、話わかんなくなった、うん、いや、ちょっとこう、時の流れとかわからなくなって、時間軸が。ね、<laughs> とにかく骨が見つかるたんびに、ものすごく大きく揺れたんですよ。 で取り上げたのはものすごい説で、俺たちの体の中にネアンデルタール人の遺伝子があるっていう話なんだよ。伝子の中で。ネアンデルタール人のところにですか。そう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 。はい。でなんでこんな風にして古代史って今大きく。 傾き始めてるのかっていうと、もうすべては DNA の研究なんですよ。はい、あの、遺伝子を解読するっていう新しい進化の調べ方っていうのが発見されると、もう全部変わってくんのね、物の見方が。うん、で、DNA を勉強しないと、この本の意味がわからないんですよ。あ、はあ、はそれでね、 まあ、大枚うんぜいね出してね。はい、DNA のお勉強しばらくやったんですよ。はい、今日3枚におろすための予備知識として。はい、あの、やっぱり皆さん方にきれいに3枚におろそうと思って張り切ったもんですから、一つのことを語るためにその前に勉強しなきゃいけないことができてきて、DNA を勉強した。DNA。これがまた難しい。いや、難しいですよ。難しいね。えー 人の体というのは数十兆個の細胞の集合体である。はい、その一つの細胞の中に細胞核がありまして、ご存知ですよね細胞核があって、その核の中にデボキシリボ核酸、<ー> DNA という物質、懐かしいだろ <laughs> 習いましたね、そのね,ね。物質がある。はい、で、これは生き物の設計情報で、はい、ここに音楽の楽譜が入ってる。 そして人間という交響楽の音楽が聞こえてくるという仕掛けになってるんですよ。ロマンチックに語ったラインが、こっからが難しいんだ。<laughs> 申し訳ございませんがね、ええ、ご主人ですが、ぜひお付き合いのほどということで、はい、さあ、こっからネアンデルタール人へ一生懸命つなぎますので、400年前なんで、はい、現代人とほとんど変わらないんですよ。 もっと決定的に DNA 配列の違う、こう、進化の差を生んだような DNA の現行犯を捕まえないとっていうね。はい、で、この本の中で散々書いてあるんですけども、古代のその遺骨等々から DNA を抽出することがいかに難しいか。博物館に標本などあるんでありますが、これはもう発見者から さんざ手で触りまくっとりますから、取り出せないんですって、汚れて、うんえー。はい。で、えー、ぞっとする知らせが届くんですけども、彼の名を注目させた古代ミイラ DNA 抽出に、あまりにも長い DNA のテープの一本が見つかり、その一本が、よく調べたら、助手のものだったんです。あだから、ネイチャーで大注目されたんだけど、彼の研究はミスだったんだ。うん、ちょっと触った人の、 人間の何かがつくと、うん、そ、その DNA。すごいでしょはい。んでも、この、博士はですね、ペー博士悩みまして、研究室の清掃、空気の正常化、研究者の制限、靴、手袋、マスクの装着等々を厳しくして、うん、DNA 抽出の環境を厳しくするというところから、必死になって研究し、 直すんですね。はい、新たなる化学薬品を開発して、その薬品で洗う。洗った薬品を薬品で洗う。もうとにかく徹底して洗浄しないと、尻や誇り、吹け一個。吹け一個でもうダメになっちゃうんだう。はい、こういう努力をしまして、ミイラの鉄を踏んまいと、何年もかけて、まず、己の手を徹底的に洗って、作業に没頭。 もう一回このミイラの DNA を突き止め直していくわけでありますけども DNA というのはものすごい注目の今科学分野なんですね。はい。関西してこれ。アメリカでは DNA 研究で DNA 長者みたいなのができてるんですよ。ほ、あ。ちょ、長者金持ちになれるんです。半権、えー、が発生したんです。 この DNA 見っけたの俺だから触んないでねとか<ー>。あの、これまた後に話しますけど、今 DNA に金の猛者が集まってるんですけど、はい、まあ、博士の頃はまだのどかでしてね、はい。この DNA 研究に人間が熱心になった、はい。ナにナトニア工科大学、ラルルカーの博士のグループが驚くなかれ、1億3500万年前の琥珀の中のミツバチから、はい、 工事金を発見し、なんとさらに驚くなかれ続いて1994年、ユタ州ヤング大学でスコットウッド発見。